反則百貨店楽太郎私たちはももとと印刷会社ですでも印刷って何のためにあるかっていうと記録をすることそして情報を相手に渡すことまた集客することまあいろいろな目的があると思いますが今は印刷 ×SNS 新反則計画というのを私たちはうってます。印刷物から YouTube の動画が出てくるとか Facebook に来るとか LINE に来るとかうん、ホームページに来るとかランディングページに来る、えー、通販サイトに来る、えー、そうすると今までの印刷物と役目が大きく変わりますよねそれをお客様のところ行って説明するのは非常に手間と時間がかかりますですから喫茶店の空き店舗があれば そこに、えー、コピーライターもしくはデザイナープランナーウェブクリエイターこんな人たちが日替わりで留守番してればお客様はそこに相談に来たら、えー、インタビューシートがあって、えー、要件を引き出して、えー、そこからは後ろには私たちの仲間がずらっとおりますから、えー、このスクラッチカードだったら彼のところへ頼もうとか。 この偽造防止印刷で商品券作りたいんだったら彼のところに頼もうとかっていうふうにここの窓口から後ろに百種類の商品が私たちは用意がしてあります例えばイベントで内輪を作りたいって言ったらやっぱり内輪の一番得意な仲間に頼んだ方がいいわけですねそんなのが販促百貨店楽太郎と言います販促百貨店楽太郎の商品については今から えー、動画サイトがいくつか用意してありますから詳細についてはこの後ろの番組を見ていただければ幸いです。